がありまして、コブラの場合、この首の立っている、立ち上がっている高さが攻撃の届く距離になります。ですからね、今大体攻撃したとしてもね、10センチぐらい、これ長くて30センチぐらいなんですが、最初に登場したハブに比べますと攻撃の届く距離は非常に短いんですが、こちらも強い毒を持ってますので危険なヘビに変わりはありません。ですがこのコブラさん、こうやって首を広げてると大変迫力あってかっこいいですね。ですがこの時に一つだけ重大な弱点があります。それは何かと言いますと、こうやって首を広げてるせいで後ろが全く見えてないんです。ですがね、前の方がね、こう見えない。ですが後ろやっぱり見えません。ですからこの弱点使いまして、私これからこのコブラと決闘をしてみたいと思います。皆さん応援の方よろしくお願いします。これコブラの応援じゃないですよ、私の応援ですよ。いいですか、はい、コブラさんちょっと前の方かまっておきまして、はい、そうとね、後ろに手持っていても何しないのかわかんないので、コブラさん元気ですか。前の方がね、あの人は危ない。ですがね、後ろもやっぱりね、何でも分からないので、はい、コブラさん元気ですか。皆さんね、結構笑ってましたけど、私これ意外と命がけになってますコブラさん、後ろが見えないという弱点、うまくカバーしていると考えられているのが、この背中にある丸い模様、見えますか。この模様、コブラの敵が見ますと目や顔に見えるようで、本当のコブラの正面だと勘違いしてしまいます。勘違いした敵がうまく後ろに回り込んだつもりが、本当のコブラの正面に来てしまい、やられてしまう。コブラはうまく自分の弱点をこの背中の模様でカバーしていると考えられています。ですがね、このコブラさん、大変首広げている姿、テレビなどでも応援されて大変有名です。一目でコブラが分かる姿になってます。ですが、いつもこの姿なわけではないんです。これ、怒っている時のポーズ、威嚇のポーズになります。では、普段コブラさん、どういう姿をしているかと言いますと、皆様にもちょっとだけ、見せしたいと思います。はい、今ね、怒っているので、リラックスしてもらおうと思ってるんですけど、カメラ大丈夫ですか？もう持ちますよ。持ちますよ。はい、持ちます。はい、今ホテルでね、リラックスしてもらいましょう。思ったらね、はい、プラプラプラー、ね、リラックスしてもらいます。リラックスしてもらったね、本当にね、はい、どうですか。首の広がりだんだんなくなって、普通の蛇とかは見ました。これがコブラの普段の姿です。普段からずっと首を広げていると格好はいいんですけれども、狭いところや木などで引っかかって邪魔になります。ですから普段はこうやって首を閉じて、普通の蛇と変わらないスリムな姿で活動しているんです。ですが、いざ敵が来たり怒ったり怒らせたりすると、こうやってね、首を広げて威嚇のポーズをとります。コブラには二通りの姿があるということを皆さん覚えておいてください。いや、このコブラさんも以前は満月と血統症でかっこよくお仕事してもらっていたんですが、血統症残念ながらなくなってしまいましたので、今では私と血統して負けて頭を叩かれてお仕事終了です。はい、コブラさん、お疲れ様でした。